顔に似合わず鬼畜笑。難しいよあんなもん。だってね、ヒントもなんもないもん。よいしょ。よいしょ。あ、ごめん忘れてた。あれは買わないだね。ありがとう所長。そう、あれってどれ？今のやつ？買えよ。俺まだやってねえな、放送でやんなきゃいけないゲーム。おお、急に昔になった。携帯ゲームにあったらちょっとハマるかもしれん。まあな、わかる。そうね、あれスマホとかのがいい、相性いいよね、遊び方としてはね。面白そうだとは思うけどな。うん、あれでも面白い。スマホ向けだよね、画面も縦長でさ、下縦に流れてさ、見る。独身だろう。そうだよ。今日これ箱箱説付きで超綺麗なやつがあったから買った。108円です。箱ほぼ新品。懐かしの時にも。途中でわかるんじゃないかな、何が。え、大好き言わないの。これがオリキャラだね。好きとか嫌いとか。立林美春。鏡、誰かな、伊集院レイ。部屋が熱い。伊集院。まあ最初にまあ伊集院落とすよな。走ってるのかな。胸叩いてるのかな。これカラー専用だったらよかったんだけどな。これ共用だからさ、共通だからさ。ジョギングかな。喋った。もう一回喋るかな。喋んなかった。あれ、え、え、え、雪のジョウさんと吉尾が抜けてますぞ。新キャラ入れるのはいいけど、吉尾のことギャラクルーズでない。外い雪のジョウか。これプレステとかと違うとこあるの。違うと思うよ、キャラ。キャラだってし、オリキャラいるし。めんどくさい。あ、でも曲いいな。コナミっぽいわ。ネメシスみたいな。おい。めんどくせえ、もう名前とかやべえわ。ちょっとアレンジされてんだけど。そうじゃない、悲しい男たちのバラード。見ない。いや、見てもいいか。やわら、名前か、違うわ。やわら、か、わらわら。え、やわらになっちゃった？マジで？片桐さんに会う？あー、どうしよう。いいわ。よくできてんな。なんか狭いな。狭いけどさ。伊集院って聞くと光か星しか思いつかない。誰それ？二人目。逃げでやってんのかい、これ。あ、まだ春休みか、これ。明日から何をやる？クラブ。ヨシオいるかな？あ、ヨシオいるじゃん。ヨシオちっちゃい左側にいる。97年。97年だったね。4月。出た日付なの？来た！ヨシオじゃん。いいし。他の人と一緒、他の人に噂されると恥ずかしい。こんな曲じゃなくねえよ、しよって。知らない曲になってる。とほほ。妹はどこで出てくるんだろうな。声は上田裕二。そりゃそうだよ。あ、鏡ミラー。貧乏、実は貧乏。よしお下校で誘ってきたっけ。いやー、見て、ないね。これはゲームボーイオリジナルじゃない。鏡ミラー、何にもないんだ。よしおはだって誰にも口説かれなかった時でしょ。あぐらかいて後ろ向いて。よしか。ちっちんでキャラが、ミニキャラが。学校はあんのこれ。あ、学校行ってんのか。あ、鏡イベントで強制だったのかな。はぁ、ときメモです。窓に映る。お、
ずっともエンド。ずっと曲がちょっとゆっくりだね。あ、ほんとだ、名前変だ。よし。一緒に帰って友達に噂されると、とかされると恥ずかしいし。そう、そうだね。わらわら。書く。やわらと書くんだ。いつ。やわら、書く。今さら恥ずかしいって、お前幼馴染なんだろ。伝統だよね。ちょっと上からだよな。そうだよ。感じ悪いよな。感じ悪いよ。しおりだからすごくね、こっちが容姿あげたり、なんか全部が万能になんないと、全然、ねえ、全然なびかねえから、すげえ、あいつ感じ悪い印象になっちゃうの。感動で2のメインヒロインがあなた、どうなっちゃったの？俺2って雇わないの持ってるけど、走っちゃったよ、間違って。こげだ。藤崎、あ、いおり違うわ。それ、あ、いおりってなんだっけ、あれ。三段笑いしそうなヒロイン、笑。なんだよそれ。どういう三段笑いって何？やってみようかな今度。最初から主人公に好感度が高くて。あ、そうなの？何の音だよ。で。次のメインヒロインってどんなの？このままでは終わらないアピの人。え、どういうこと？月の夜おろちの地に来る節折り。なんだよ。爆弾つきます。めんどくさ。そういうこと？え？え、なんでなんで？ベタ惚れなの主人公に。すぐ嫉妬。なんだ？あー、デートできた？マジか。ショッピング街。ショッピング街っていう。わあ！マジか。4月29年。もうすぐだな。じゃあ、用紙をあげとこう。せめてブブーじゃねえよ。噂されるのは嫌なのに。そうだよ。するんだ、わらわら。デート。現地、隣に住んでんのに現地集合だから。爆弾対策で2年ぐらい土日だけ唐揚げして、あとは寝てるプレイ。マジか。やっぱりつきやすいのか爆弾。ああ。でも増えたんだよね、ミノコ。へえ。洋服、小物か。よく行こう。曲すげえな。現地集合、現地解散だもんな。スキー場、海、全部そうだからね。遊園地でも何でも。選択肢にジャンク屋って。そう、ジャンク屋は誰か、多分片桐さんじゃなくて、あの人、ひもゆいなだっけ、誰だっけ。なんかいるんだよ、あれが好きな人が。割とかよ。じゃあ何を言えばよかったんだよ、お前。切れればよかったのかな。ロボ行きなさい、の人。片桐じゃなくて、ひもゆいなさんだっけ。違う。あ、片桐なわけねえや。片桐はそうファンだ。英語だよ、英語。来た。朝日奈じゃねえ、これ。この感触。えぐられた。喋った。マジか、喋ったぞ。朝比奈のボディーワッチ。朝比奈だっけ。俺のときメモは対戦パズル玉しかない。何の話。ひもちょさんいなかったらときメモ遊ばなかった。まあわかる。遅いくせに魅力感じないんだよな。ヘルメット出てくるの遅いくせに、ちょっとあいつだけ若干違うんだよね、キャラが。他のキャラとはあれが。もうずっと昔から主人公のことが好きで、なんか、もじもじしてたらしおりが紹介してくれるみたいな、余計なことしやがってみたいな感じのキャラだから。俺たちの中ではデススターという呼ばれ方をしてたけど。まあ、ヘルメットとも呼ばれてた。当時から。さあ、次だ。はい、来た。手席取りとかね、わら。ティセキドリ、何が？なんか犬、マルチーズみたいなの掴んでたよね、いつも。さあ、これ、さっきやったのが、カルチャー編。さっきカルチャー編ね。で、こっちはスポーツ編。これ、虹野さんとか。あ、古式ゆかりだ。お、デススター。うわ、覗いて。ワクワク7のメイドロボ。うん。似てる。
これ出てる人が違うんだよ。出てるメンバーがさっき、あとこれ新キャラが2人います。デススターって呼ばれてなかった。縦林はどっちでもいいんだな。売りたかった、ポケモンみたいに売りたかったんじゃないの。単に容量なんて多分別にいけると思うんだよな。しおりは固定なのね。だしおそうだな、確かに。Bマニとかあるの。Bマニなんか俺が前持ってるやつには Bマニちゃんと入ってるよね。喋んね。あーこれだ、もしかしたら新品だったのかな。喋んねえじゃん。新品の可能性あるぞ。てかもう終わりだけど、これ。なんだ、刺す前に見とけよかったな、新品かどうか。刺したらわかんねえじゃん。あ、新品かもしんないね。恐ろしい。俺だったら売る前にデータ消すね。なんかちょっと恥ずかしい。でもこんなに綺麗な状態で撮ってあって、いやもう交換は持てますよ。5時間か、やっぱ間に合わねえな今日。よし行こう、次行くぞ。はい、本名プレイ、わら。本名プレイは義務付けられてたけど、昔はお前本名でやんなかったら許さんぞって言われて。本名プレイしてたんだ、名前所持者。本名プレイはだってもう強要だったの、木村くんの。木村くんはもう PC エンジン版から大好きだからさ、もうお前なんで本名でやんねえんだって怒られるからね。本名でやんないやつはときめもやんじゃねえっつって従うしかなかった。データ消しておくよね。だって噂されると恥ずかしいし、わら。いやー俺は売るない、売らないからわかんない。しおりおつ、しおりおつってなんだよ。ときめもあったかな、ないな。ゲオの中古が半額セールやってるんだけど行ってみた。行く行く予定はありません。ゲオの、ゲオの在庫など何にも面白みないから、俺にとってはな。それは安かったらいいよ。1本50円ぐらいだったら買ってやらないこともない。ただゲオはね、元が高いからね、半額なんてなんてことはないよ。いやもう、俺はゲオは、もう、沖縄中のゲオを巡るツアーを、もう、すでに2回やってます。もうゲオのことは知り尽くしてるんで、もう行く必要がない。あの在庫が半額になろうと、それを想定した値段だ、そんなものは。1500円以下を3本以上買えば半額ってやつね。いらん。和骨です。ゲオ様がゲーム取り扱ってるんで。なめんじゃねえ。ゲオ、沖縄のゲオはすごくいっぱいあるんだ。所長沖縄だ。違う、東京だよ。沖縄のゲオを巡るために沖縄旅行に行ってレンタカーで、まあ、沖縄中を走るんですよ。まあ、東京でもやったことあるけど、生効率が良くないね。ゲオ巡りというのがね、時期を見てやるんですよね。最近、ここ数年はもう面白みがないから、やる予定ではないです。ゆうたろうが友達、何の話？地方でいいのに、なぜ沖縄？沖縄がいいのよ。すごく、あの狭い範囲にいっぱいあるの、ゲオが。減っちゃったかもしれないけどね。お遍路巡りならぬ。そう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 。もう2回巡ってるから、セガサターンプレステが安くなった時期に巡ったのと、あと何の時も巡ったかな。ゲオってね、よく見てると、これ捨て根で吐き始めるっていうのがわかるんですよ。あ、これついに捨てたな。次のハード出たらこれ捨てるなっていうのがわかる。そんなね、セールがやってるからとかそういうのはないですね。そういう段階ではない。レトロフリークとか買いますか？あ、もう余裕じゃね、予約してます。名前長くね？これ誰の名前なのこれ？やわらにしよう。にゃんとワンダフルじゃないんですね。違うんです。やわらか。もういいよこれで。これ何するのかな？育成、柔らか、所長、でいけるやん、やわ。だから入れたいんだって。さっきそういう風に入れたはずだったんだよ。
そしたら、やわらとかになっちゃったんだよ。わー、漢字とかもいいよ。いいよ。ゆうたろうって県外に見せないのか。え、ゆうたろうって何？ゲーム屋のこと言ってたのか。やわそう、わら。やわ所長。やわらくんは。なあこれ。かくんはちょっとね。なあ、実写かと思ったら CG だった。ああ、住む部屋を、おい。トレンディ。なんだこれ。え？なんだろうね。これずっと気になってたんだよ、俺この、ここのメーカーのゲームが好きで。都道府県別だと少ないけど面積考えるとすごい。そうですよ。だからそれを狙ってゲオを巡りたい人は沖縄へ行ってください。まあ減っちゃったと思うけど前より。前マジで。これ犬しかないんだろうか？いや。犬だ。多分犬だ。わかんねえ。猫いねえのかな？ここ4匹の中から購入する子犬をって書いてあるもん。これメーカーどこですか？猫さん、これロ、なんていうとこだっけこれ。ソニーのさ、お抱えのさ、どこだっけこれ。ちょっと待って。ちょっともう20万なら安い方なんだよ。20万シュガー&ロケッツ開発。ロケットスタジオ。シュガー&ロケッツ。プレステで、ロケットスタジオってあれじゃない？デバッグ会社じゃなかったっけか。違うか。犬飼ったことない。そう、俺もない。だからニャンコ不在なのかと。血統書好きだとどうしてもね。柔らか。猫ってのは拾ってくるもんだよ。へへへ、わかる。そこなのね。そう。シュガー&ロケツだ。ここのメーカーは俺意外と柔らか。ヤンドラとか作ってたっけか。そうだね。へえ、なんか柔らか。うん、よし。おお、こんな、なにこれ、餌くれって。情報。ヤンドラ好きだった。空腹のようです。メニュー。とりあえずプレイでもしっかり名前をつける所長官。なんか重いと思ったら画面。どうやって餌？メールが届きました。違うのよ。餌あげたいのよ。かわいい。わら。これか？音ちっちゃい。メニューから。ワンワンを、おあおいなりたん。どうやってさ。だけどシナモンロールを餌付けするゲームとかないのかな。こんな和室で大型犬買ったら障子がボロボロやで。あいつ、ゼミクス作ったところか、シュガー&ロケッツ。うん。一番上じゃないの。一番、来たよ。お！やべえ、よくできてる。なんだ。犬の動きよくできてる。なんで猫バージョン、なんだこれ。ビスコみてえだな、色合いが。デイリーチョイス。犬の動きかわいいね。ディッシュ。いや、よくできてるよ。ねえ。いちいちこのアイキャッチが入る。バターを用意します。犬の体に悪いだろ、あんの。ちょっと汚れたとかリアル。ちょっと汚れたつ？嫌われる。与える。すっと出した。かわいそうわら。ね、これなんか。なんとワンダフルが出来悪かったからペットものに限ってたけど、これはモデリングもいいね。いや、これをなんかおしゃれ感あるよね。プレステっぽいよね。はい、やってよ。おかえり、お疲れ。スタートでカメラ。何これ。お帰り。おい、これなんかできんじゃないの？カメラが、セーブが。ミケミツルお帰り。抜けミツル？ミケジュって言うんだ。購入したグッズ。水を与える。ドライフードと分かる音そうだな。
dish。 猫バージョンやりたいな。薄い本たまに買いに行く場所でしょ、あれ。水だよ、ほら水だよ。コミケから帰ってきた人が続々来るよ。そんなに言ってんの、うちのリスナーさんは。水飲まないんかい。買いすぎてカードの支払いできないぐらい。言ってる時の音がカリカリだった。カリカリだったよ。ダメ、なんでスタートしたの。飲まないの。俺もクプルフのシナリオブック買い漁りに行きたかったわ。へへへ、子犬だな。ブーって言う。これ六甲の水じゃねえだろ。なんでだよ。あのメールってどうやって見んだろう。メールが届きました。インターネットからドッグオンラインへアクセス。めんどくせえ。犬の声は何ですか。缶がウケる、わらわら。犬の動きがかわいい。缶、犬のこれ見てる感じな。うわすげえ。からメールを見ると、このめんどくささがいいな。おっせえ読み込みが。ありがとうございます、ペットショップ。時代だな、わら。ねえ、クローズしちゃったよ。どうやって戻んのこれ。うん、これどんぐらい遊べんだろう。俺なんか犬かと思んないからさ、犬を飼うゲームやるとちょっとやっちゃうんだ。そうだな。あ、これはペット用品のダイレクトメール来ちゃうかな。なんでっていうところから来るから、ね、これダメなんだ。ドッグムーブっていうの。ああ、ここはこういう操作か。右か。あれできない。あ、移動中は選択できない。はい。わこつ、あらかわいい。うん。ケン、名前。座った。ルセムさんいらっしゃい。これで来ると何ができるのか。触れる。そのうち首輪とかおもちゃとか買い漁っちゃうよ、所長。へへへ。え？なんで、どうした。やはり壺が割れそう。ジョーって何。え？何これ。何これ。なんかちょっと怒った。何、どうした。そこは嫌ってこと。撫でる分かな。そうかな。ちゃうわ、アホ。ああチンじゃねえんだ。喜んでね。これじゃね。上アゴ。これは怒った。嫌がってんだな。なんか177みたいだね。ここは嫌。え、怒った。ヘッドはよし。ジャウスは顎通る。これは？あ、これ喜んでんじゃん。耳の穴に親指入れるともっとやってーって頭傾けてくるよね。そうなの？かゆいんじゃねえ？あら、喜んでる？あれ？あ、撫で方がうまいといけんのか。何だこのキューティー。何それかわいい。上手のシャークの上手。あらららら、結構許されたよ。若い。犬との和解が。以上。なんかちょっと軽く吠えられた。買わなきゃいけないのか。撫でまくり。動きが可愛い。動き、子犬の動きだよ。和室で。豆柴が良かった。撫でる場所移動が妙にぬるっとしてて笑う。そうなの。所長でレッテルだな。なんでめっちゃ吠えてんのこれ。ちょっと移動されちゃったじゃんか。え？なんで今吠えてたんだろう。これ今日一だな。へへへへ。これいいね。誰か来たのか。iMac みたいなのが置いてあるの。犬の脳って人間に近い構造だから嬉しいと尻尾の振り幅でわかるよ。なるほど。なんかブーって言ってる。散歩に連れて行くとかないの。ドッグムーブ。こいつおとなしすぎる。移動や入れ替えを行える。後輩を試す子。え？
おい、どういうことよ。どういうこと。移動ってなんの。延長しました。なんかこのゲームちょっとブリーダーわら、ややこいぞ。これあと何、今日何時だっけ。俺あと何時間放送できんので、全然ないぞもう時間。ちょっと次行こうか。3時間あっても無理じゃねえか、やっぱり。いや凝ってるね、かなりね。やろうと思ったらいろいろできるよっていう。アマゾンで4つですよ、いいもん手に。あ、マジで。これ105、108円正解だったね。よし、これは終了。